君は心の妻だから、なかなか口にできない言葉ですよね。しながらも定めに負けて別れたけれど心は一つ僕の涙ぐんでた君を今でも愛しているき このように、そばに心の妻ということでいらっしゃいます。心が傾きますよね。巡り会えたら話はしない、優しい人、君の同じのあのぬくもりが忘れられない今日も、思えば涙が出る、君は心のつまんだから。僕にすがって胸を叩いて、きっと泣くだろう君は、その日を夢見て、どうも失礼いたしました。まあ、まるっきり嘘でもないんですけどね。どうもありがとうございました。まあ、今後ともご縁がありましたらお願いします。